しかし地震だけでは乗り切れないのもまた事実。実際にはいい馬に乗るということも大きく勝敗を左右します。竹さん、そのあたりはどう考えますか。まあすごくいつもいい馬乗っていっぱい勝つと。はあ、でもそれはいい馬乗ってるからそれは勝つよとは僕は思わないですね。<あ>いい馬に乗れる環境状況を作ってるまあそういうそのジョッキ,キーなんで。 なるほどうんだからあの同じ馬に乗ったら負けないとか、はい、それは僕はねそうですか、うん、その馬に乗れるまでの過程も全てジョッキーの勝負ってことなんですか、ねはい、と思いますけどね馬主の指名を受けてこそ馬に乗れるのが騎手の世界だからこそ,、まあ、その信用をまず得ないとダメですからね一つ一つ大事に。 どんな小さいレースでもね結果出していけば、うん、それがやっぱり大きいレースの有力馬とかに、ねうん、つながるのかなとは思ってますけどねね積み重なんです、うん、完全に、はい、もっと高めていくだけですよもうシンプルですよ日々成長するっていうことです、ね、そうですねはいもっと上手くなりたいなとも思うしああもっと勝負強くなりたいなとか、うんうん、もっと綺麗に乗りたいなとかね、うん いくつぐらいまでやるつもりなんですかです。よく聞かれるんです。やっぱりこう最近イメージわかないですね。<ー>機種じゃなくなる <laughs> 自分がね。<laughs> うん、だからよく聞かれるんですけど、<ー>いやいつまでなんでしょうねっていう感じで。できる限りずっとやっていきたいって感じです,か、はい、ですね。本当にもっとあのうまくなりたいとかいい機種になりたいっていうのは常にありますから。子供の時から競馬が好きで。 もう機種になりたいと思って、はい、憧れてましたからね。ずっとそれにまあ慣れて、はいで、それは頑張りますよね。<laughs> <laughs> なんか子供の時から憧れてる？仕事につけて、はい、でやっぱりもう大好きですからね。そこの競馬が機種愛ですよね。言えはいわば機種愛では僕1位だと思う。世界でうんと思いますね。絶<対>うん。お と思いますね。それは自信ありますね。で、それを裏切らないぐらいの毎日を機種生活で遅れてきてる自信がある、ね。ありますね。はい、それはありますね。かっこいいな。か竹豊か愛も強いんですかね。いや、それはないですね。<laughs> それはないですか。あ、紀州竹豊かとしてなら。紀州 <laughs> 竹豊か愛。は <laughs> 最強。はい、愛してますか。紀州竹豊か愛大好きですね。<laughs> <laughs>